さあ今回もこんにちはこんばんは。もう真夏もめっちゃ真っ只中の暖かで、毎日焦げるような暑さで参ってます。ということでね、今回は企業さんからの案件の動画になりますけど、とにかくねすごいものがまた送られてきました。でもったいぶる必要ないの、ポータブル電源をメーカーさんから送ってもらったんですけど、案件何個かしたんですけど、今回のポータブル電源はもう本当にやばいです。もう何がすごいかをこれから少しずつ紐解いていくわけですけど、電池自体の種類が違うんですよね。結構ご存知の方はもういらっしゃると思うんですけど、つまりリチウム電池が主流だと思うんですよね。ポータブル電源が普及する中でずっとリチウム電池が主流だったと思うんですけど、今回企業さんから提供いただいたのがリン酸鉄リチウムイオン電池ですね。リン酸鉄リチウムバッテリーですね。とにかくね、このリン酸鉄リチウムバッテリーって新しい種類のバッテリーなんですけど、ポータブルバッテリーがこれだけ普及したっていうのに理由があると思うんですけど、一つはキャンプブーム、もう一つは日本ってどうしても台風とかの水害、災害ですね、あとは地震です。もう南海トラフもいずれは来るだろうと言われてる大地震を控えてるわけですけど、まあ、絶対来るわけじゃないんですけど、有事の際に便利だろうなっていうものの一つにポータブル電源が必要になってくると思うんですよね。ということで今回はもうなんていうかな、ポータブル電源は使い方とかはですね、他ともう横並びで一緒だと思うんで、本当に地震とかですね、水害、それによって停電が起きた時にバッテリーをどのように使っていくのか、どのように使えるのかっていうのをですね検証していきたいと思います。ひょっ、もうおかけになったね。ないや、もうこっちおでんないですよ。かけたでしょ、こっちから、こっちからかけたのによ。なんでね、もうお疲れです。あら、まさきか。あら、今カメラ回してんだよね。エグザイルの今日はあつしさんもいらっしゃるんですか。あつさん、ゆうさん、ハンサムなゆうさんだけ。どう、成長してた。成長するっすね、この間の動画よりも。あ、そうなんだ。ゆうさん、トマトどうですか。トマトは、わあ。ああ、もうせがやってコビはウルトですよね。はーい。はーい。何やこれ、まあ。桃色と液体のまさきが農業団地さんの田んぼに行って稲の生育状態を見に行ったみたいですね。報告の電話がありました。よし、じゃあちょっと仕切り直して、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの登場です。よし、じゃあフラッシュゲート開いてるか。第一4番ゲートが 40% 回路が 60% になっていません。それじゃあちょっと回路上げるんだ。わかりました。ここにマボの人間みたいな毛がついてます。砂の気にするんじゃない。よし、じゃあいきますよ。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーオープン。どっちが正面かな。あ、こっちじゃない、こっち。くるーんと回して、これ出した時に正面じゃないとねかっこ悪いからね。よし、じゃあ発射発射。バーン、うおー、かっけー。ちょっと見て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 、これ。よし、じゃあね、台がないからこの台に置きよう。よいしょ。これなんて呼ぶんだろうな。イーノール、イーノールみたいなやつ。ちょっと読めないんで、もうしっかりや概要欄の方に詳細を記載しておきますんで、そちらをご覧ください。リン酸鉄リチウムバッテリーっていうのは、まあ普通のリチウムバッテリーと一番何が違うかっていうとですね、まず安全性がまず全然違います。バッテリーがたまにこう爆発したとかありますよね、ニュースで。爆発することがあるんですよね。リチウムイオン電池っていうのは極性の違うものがセルっていうこう仕切り板でこう隣り合わせなんですよね。何らかの損傷によって合わさると、そこでこう発火する原因になるみたいなんですよね。このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは
結晶構造が破壊されにくいので危険度がぐっと下がってるみたいなんですよね。だから以前のリチウムイオンバッテリーみたいなこう発火したりとか発熱したりとかっていう危険性が低いみたいなんですよね。もう一つはこういったバッテリーっていうのは放電をしてしまうんですよね。普通の鉛電池だと1ヶ月に1回も使わないでそのまま放置してたら大体 20% ぐらいの放電があるみたいなんですけど、このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは大体 1% 未満ということなんで、ほぼ放電しないみたいですね。真冬のマイナス15度とかマイナス10度とかのキンキンに冷え込んだ日とかでも性能自体は落ちないみたいなんですよね。ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、家庭の 100V 電源っていうのは西日本と東日本で周波数帯が 50Hz と 60Hz っていう風に2通りに分かれています。私が住んでる熊本は 60Hz っていう周波数帯なので、自動認識で60Hz で出力をしてくれるということなんですよね。従来のリチウムイオン電池はおおよそ500回の充電で寿命を迎えてたんですけど、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーはだいたい3500回以上の充電を繰り返し、それでも3500回充電を例えばしました、バッテリーが劣化したとしても 80% の容量を保ってたっていう結果が出てるみたいですね。従来のリチウムイオンバッテリーの約7倍充電回数が多くできるみたいなんで、高寿命ですね。もちろんこういったものを使ってパソコンの充電だったり精密機器の充電をすることってあると思うんですけど、その制限波っていうものがあって、こちらはですねもう純制限波です。家庭の 100V っていうのは交流波って言って、オシロスコープっていう機械で見るとですね、電気がこういう風に波を打ってで流れてるみたいなんですよね。疑似制限波って安いポータブルバッテリーのものは制限波っぽい波長を作り出してるものが多いんですけど、こちらのですねバッテリーは純制限波なんですよね。コンセントと同じ波長がこの 100V から出てるみたいなんですよね。そしてこのリン酸リチウムイオンバッテリーの一番のメリットは充電時間がめちゃくちゃ早いっていうことですね。通常このぐらいの容量のバッテリーだと、まあ J 車なんかは8時間とかかかるんじゃないかな。でもこのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーはなんとですね、あ、そうかそうか、まずですね、充電時間の前にまず説明しないといけないのがありましたね。こちらの容量がもうちょっとびっくりする、なんと62万5600mAh ですね。1万ミリのリチウムイオンバッテリーですね、それ62個分ですね。とてつもないバッテリー容量になっています。でリン酸鉄リチウムイオンバッテリーって大体軽いんですけど、こちらはですね重量が22キロあります。なぜかというと、もうそれなりの容量が大きいものが積んであるんで、それなりに重量はあるということなんですよね。もう停電とか、まあ、地震が来たとかっていう時でも、これをもう目いっぱい充電しとけば、しばらくスマートフォンの充電だとか、まあ、軽く何かこう家電品を使うにあたってはもう何日間持つと思うんですよね。だから家庭にあるとものすごい心強い一台になると思います。水抜き忘れた。さっきちょっと話戻しますけど、このですね625600mAh もあるんで充電時間がめちゃくちゃ長くなるんじゃないかなと思ってたんですけど、なんとですね AC 電源での充電とソーラーの充電とカーチャージャーケーブルがついてるんで、その車からの充電の3通りがあります。 100V を直接つないで充電した場合ですね、なんと 625000mAh を 1.5 時間、1時間半でフル充電するみたいなんですよね。従来のバッテリーとはもう桁違いに充電時間がまず早いですね。まあちょっと細かく見ていきましょうかね。じゃあまずここの丸いボタンですね、これを長押し、あ違う、押すと、あれ長押しすると、はい、おお、でここがディスプレイになりますね。でこっち側がシガーレットと、あとはこうジャック式の、出力ポートですね。ここら辺は USB が 3.0 とかクイックチャージャーとかのポートが4ポート。あとはもう USB-C が2ポートですね。今日は後でちょっと検証するためにバッテリーを全て使い果たしています。で、側面なんですけど、こっち側ちょっと見てもらえるかな。ここカバーついてるんですけど、こ
ちらをパカーと開けるとですね、すげえこれこんなの見たことないよ。 AC の 100V コンセントが6ポートついてます。この 100V もちろん使えるんですけど、家電品っていうのはですね、最初にこう例えば掃除機とか炊飯器とかにしても、最初ってものすごい電気を食うんですよね。そういった時のことを最大出力と表記されることが多くて、最初にその最大出力を超えた後に低角出力に戻っていく機器が多いと思うんですよね。大抵今まで自分が、まあ、J 社のとか他の他社のもののポータブル電源使ったんですけど、最大出力の時に大抵こうサーマルがポトンと落ちてしまうんですよね。だけどこれ使ってみるとですね、これ最大出力対応が 4000W なんですよね。だからほぼ家の家電で 4000W 最大出力食う家電ってそうそうないんですよね。電子レンジ、エアコン、炊飯器、 あとは丸ノコですね、あとはスポットクーラーとか、ちょっと試してみたんですけど、もう全く問題なく使えますね。だからちょっと車の車内を掃除機で掃除したい時に、もうこれ一つですね、車に乗せとったりとか、なんかこれ今の熊本弁な、乗せておいたりとか、近くにですね、車の近くにこれを持っていって、まあ掃除機ぐらいならば全く問題なく使えます。これ以上のフラッグシップモデルのポータブル電源っていうのはないんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、一通り基本的な説明の方はしたんですけど、今からですね、もう実際に地震が起きた時に充電をしてなかったっていうシチュエーションでですね、今からいろいろ試していきたいと思います。それじゃあね、今から実際に地震が起きたと、仮定して想定してね、検証してみますよ。よし、じゃあちょっと行ってみよう。よいしょ、行きまーす。何やこれ、もうはい、まあソーラーをつなげて充電しています。 100W のソーラーで発電して、今実質 25W ぐらい。はい、ということでですね、ポータブル電源をまた室内に持ってきました。ちょっとカンペ見ながら、もうちょっと計算したんですけど、ソーラー発電で2時間半充電しました。ソタもったいぶらなくても大した結果じゃないから、答えを出した方がいいんじゃないですか。うるさい。16時から18時半の2時間半ソーラー発電をした結果を発表します。デルル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 おお、なんと結果はですね、2時間半で 1% の充電ができました、結構ね 5% から 10% くらいいくかなと思ったんですけど、まあ、そんなうまくはいきませんよね。だいたい今夏場が9時から18時まで約9時間ですね。日の照りが一番いい時間が9時から18時まで。9時間をソーラーを使用したとして、分数に考えると540分なんですよね。で、先ほど2時間半ソーラーで発電した時間が150分なので、1日ソーラーを使った分から2時間半150分を割ってたら 3.6 になるんですよね。1日ソーラーを使うとさっきの2時間半分が 3.6 倍分ってことなんですよね。なんですよねっていうか、まあ、そういう試算で約1日での充電量が 4% 充電される試算になりました。まあ、地域によってその日照の強さだったりとか、あるいはその環境によって充電の差があると思うんで、これは私の試算です。もうおよそのことなんで、ソーラーの方は最大出力が 100W のソーラーを使って西日のかなり日が強い時での発電量が最高で 32W でした。平均が 25W ですね。よし、じゃあね、1日ソーラーで発電させて 4% 入ったところまでコンセントで充電の方をしてみます。このコンセントがものすごい太いんですよね。ちょっとこれもうあの電子レンジのケーブル並みに太いぜ。電子レンジのケーブルそんな太くない。よっしゃ、ちょっと GoPro の映像の方に切り替えますね。はい、今ですねスーパーチャージっていうこのマークが出てきましたね。
で、ぐん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 このインプット、今充電されているワット数が上がっていってみよう。ありがとうございます。で、さっきのちょっと試算での計算が、ここが 4% になるまで充電します。今、1日充電をソーラー発電でした状態を想定して 4% まで充電させました。ソーラー発電で丸1日充電した状態と考えてください。じゃあね、今からちょっといろんなものを繋いでいってみます。まずはね、一番やっぱりしたい携帯の充電。じゃあ長押しオン!よし、そして USB を使いたい時のボタンオン!はい、じゃあライトニングケーブルを繋ぎます。クイックチャージ 3.0 でも iPhone は対応してないから普通の 2A の USB に挿しました。充電オン。はい、今消費ワット数が 10W ですね。スマートフォン1台の充電して4アワーと書いてありますね。アワーってなんだっけ。アワーって4日。 Hey Siri、 アワーとは何ですか。時間または時は時間の単位の一つである。時間ね。このスマートフォンの充電がずっと充電し続ければ4時間できるということですね。じゃあちょっと外して、これ iPad ですね。 iPad だとスイッチオン、ポチン。あ、 iPad も一緒なんですね。 11W なんで変わらない。あら、電話ちゃんですよ。あ、もしもし、お願いいたします。はい、じゃあ次は停電になった時はやっぱりライトが欲しいですよね。本体にもですね、ライトがついてます。ちょっと押してみますね。おお、これだと、1W ですね。消費ワット数 1W で7時間は使えますね。おお、結構明るいね。ちょっと電気消してみますよ。ほい、おー、このくらい明るいね。これだったら結構みんなでご飯食べる、あのどん兵衛の中のナルト誰が食べたのかしらみたいな。そんなくだらない話してどうするんですか。そうだね。よし、ちょっと電気つけよう。よし、今度はですね、もう4年ぐらい使ってる汚い投稿機をスイッチをします。コンセントが使えるボタンオン、スイッチオン。これね、97min って書いてあるんで97分ですね。約1時間半でなくなるっていう計算ですね。もうちょっともったいないんですぐ消そう。よし、じゃあね、どんどんヘビーになっていきますよ。やっぱりね、冬でどうしても寒い時にこのヒーターを使いたいかもしれないんで、それじゃあ 1200W にしてみようかな。ターボです。ファンヒーターオッ。おー、5分って出てる。5分は使えるんだ。おー、あったかい。あー、熱いの出てるよ。お、パワーが上がった。やばい、今 1200W 食ってる。あ、あ、2分になった。やばい2分になった。ちょっと止めよう。よし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 。ということで、検証結果なんですけど、まあ自分で今検証してみた結果、 100W のソーラーですね、丸1日充電させてのまあ、大体のイメージなんですけど、まあ、できることといえばこうスマートフォン端末の充電程度かなって感じはしました。やっぱり電子レンジだとか電気ケトルとかですね、そういったものは、まあ、1回使えるか使えないかぐらいだと思うんですよね。主には USB の充電、まあ、USB で使える機器とかだと台風とか地震があった時でも役に立つのかなと思います。あるいはこれシガーレットもついてるんで差し込んで充電させるっていう方法もできると思います。まあ、車を持ってるんであればシガーレットから充電してもいいし、コンセントが確保できるところであれば充電も1時間半で満充電するんで、避難してるところまで持って帰れるっていうメリットがあるのかなって感じました。はい、ということでですね、今回は EENOUR ポータブル電源の紹介動画でした。あ、ちょっと言い忘れてました。メーカーさんにお願いしてですね、特別割引クーポンを発行してもらってます。概要欄の方に詳細を記載しておりますんで、興味のあられる方はぜひチェックしてみてください。ちょっと値段も高いんですけど、今回ですね結構割引してもらってるんで、お買い求めしやすい、価格であるかなと思います。はい、ということで今回もマホチャンネルご視聴ありがとうございました。